ましょう。ああ、いやいや、さあやっていきましょう。無実況のパート55やっていきます。どうも、アザラシです。何なんだろう。エリアジャンプってのがあったんだね。なんかおもむろに設定開いて見てたらさ、子供モード。ひらがなにしたんだよ。ポケモン感出てくるね。ゲームモードだろ。ゲームモードってのを確かめようと思ってみたんですけどね。エリアジャンプってのやったら、もうつまり、自体もどんどん進めていけたのかな。なんかこう、行くまでのところをカットできるっていうかさ、なんかそう、イベントが起こるまでのところをカットできるっていうか。でも今のところあれだよね。バイトはバイトだよな。バイトはすぐ飛ぶもんな。もっとこう、パンパン飛ぶのかな。それやったらもっとサクサクっとした実況になってほしいね。こんなリアル感とか言ってる場合じゃなかった。もう寝るよ。前回の続き、寝ます。寝たら朝になるだろ。朝になったらまた、これの、フォークレース、え ?11 時45分なんで午後11時45分外で少し風に当たってくるか。何してるんだいきなり。りょうさん、原崎さんとご一緒でしたか。いいよ。いや、原崎がどうかしたのか。いえ、相田さんからお電話がありまして。あ、のぞみさんまだ帰ってないようなんです。何なんだって。なんだって会うと言って出かけたきり連絡が取れない。これは怖い。このなんかシェンムーの感じでなんか、はい、はずきです。この喧嘩が怖い。ペリーが待ってる。誰だお前。誰だお前。お前17番倉庫の奥来る。来てだね、はずきくん。はっ、原崎。もしお前来ない、彼女なく、くげー、原崎に手を出すな。手を出すな。熱い展開じゃないか。11時45分からの4時間。どうやってこのど深夜にバスなんか動いてねえぞ。イネさん、ちょっと出てくる。リョウさん、なんだこの熱い展開は。また朝からまたフォークリフトレースが始まるんだと思ったら、この午前0時3分。暑い。暑いね。もうこっちはね、あの、明日朝から一限なんて小テストがあるんですよ。英語の小テストがね。3時にはドブ板を出ないと間に合わないから。3時。はい。3時。走るしかないよ。せっちゅんじゃん。目を見るか。明日ね、朝早いんですよ。おー、でも今ね、深夜0時36分にね、実況撮ってるんですね。ね、もう、ヘトヘトで体ちょっとなんだ。なんなら今日なんなら今日なんかマンガ研究部に属してるんですけど、マンケンのなんかの、クリスマス会、遅めのクリスマス会をね、幹部なんでね、ちょっと取り持ってね、やっててね。で、9時ぐらいまで、会がさ、7時半ぐらいに終わったとしたら、その後、部室に残って、多少なりとも次のなんか、その部室の計画みたいなのを練ってたら、部室の部屋の片付けの計画みたいなのを練ってたな。それをして、やっと家に帰って着いたのは9時だよ。9時ぐらい。9時半、いや、9時ぐらいかな。待てよ、なんかこれ、覚えないぞ、あんまりこの話。こんなんあったっけかな。過去やった。9時でしょ。9時からさ、だからその、まあ、ひとしきり飯食ってた。ちょっとゆっくりして。このバイク使わせてもらえないかな。このバイク。このバイクで行こうや。こいつ、こうかな。おい？伊藤9時に帰ってさ、もう寒いよ、そりゃ外もさ。寒いのをさ、なんとかこう、なんかこうね、バイクでね、帰ってくるわけだ、この寒い中をさ。で、帰ってきて、ちょっと飯食って、温まって、10時ぐらいになって、ああ、でもなんか今日の分のね、部会の報告をしなくちゃいけないなと思ってさ、部会の報告じゃないわ。
まあ、その全体へのね幹部だからさ、部会の報告みたいなのやことをしなくちゃいけないなと思ってメールを作り出してさ、30分ぐらいかけてメール作って、でメールをまあまあまあ本文内容考えて送ろうと思ったら G メールのなんか設定が、設定っていうか宛先がうまいこと打ち込めなくてさ、とりあえず相田さんに聞き込みだな、相田さんに聞き込み、相田さん空いてないんだもんな、もう深夜12時半空いてないわ、それ空いてないわ、今と同じ、自分と同じ時間だわ、自分と同じ時間に今の現実の自分と現実のアザラシと同じ時間に深夜の街を、深夜のドブ板を徘徊するやってるな、もうヘトヘトだよ、まあ、Gmail 送れないもんだからさ、カチ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 カシュッ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 、まあ、タブレットの Android 使ってっからもうあんね、誰だこいつ、すいません、ごめん、急いでるんだ、そうか、もうあタブレットの Android 使ってせいかな、うまいこと、まずはもうないな、そうだよ、何か他の手を考えないと、でも見てなかった、間に合わない、ここ誰か、あもうここしかねえわ、開け、あかん、誰もいないぞ、誰もいない、急げ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 っつったらどこに急げばいいんだ、もう街をぐるっと回ってみっか、ハートビーツあたり行ってみるか、おちょっと、あのいやどうもどうも、スロットハウスのご利用、はいはい、あ役に立った、コンビニここしかもうない、空いてるのはここしかない、だからさメグジメール送れなくてさ、21時半ぐらいかな、11時半ぐらいにやっとなんか宛先のところ全部打ち込めてさ、近藤さん、近藤さん、なんか用、あれあれ近藤さん、掛け持ちなんですか、まあね、フォークリフトの近藤さん、大丈夫ですか、うん、眠いけどね、そうですか、じゃなくてだな、なんか行く手だよ、マルチ商法に引っかかっちゃっていくらあってもそうですか、かわいそうな人だった、わかりました、どうしてその友達か、マルチ商法に無意味無意味、もうマルチ商法に引っかかったり友達の車壊したりとか、ちょっと面白い、一瞬面白い話が今出てたけど、まあ、それはもう飛ばしていくよ、メール送ってた、メールをダーッと送ってさ、メール送るじゃない、メール送ってじゃない、メールをの宛先打ち込んでね、なんかこう部員全員に送るだけの宛先やっと打ち込んで、打ち込み終わったらもう11時半だ、11時45分ぐらいかな、もうこうなったらもうね遅すぎるから、時間的にもうメールも打てんわなってなってね、日付こうまたいちゃって、はぁ、あ、シェンムーセナオ、シェンムーツが実況上げるの忘れとったわとかと思って、急ぎ今撮ってるわけですね、ちょっとちゃちゃっとこうパソコン立ち上げて、開いてんのかよこのピザ屋は、ど深夜にとして勢い取ってるわけですね、今8分13秒経過、なんとか20分ぐらいで切りつけたいけどな、いやいい、原崎が、原崎が、のぞみ探してあるですね、そうか、あの役に立ちそうね、こいつは立ち役に立ちそうね、やばい、何これ、面白いイベントだな、こんなイベントあったんだな、あったはずなんだけどさ、覚えてなかったのかな、原崎に一大事だったらもうちょもう気が気じゃないよ、あでもさ、はっきり言って動画の一つぐらいさ、一日ぐらい空いたっていいじゃんって思うんだけどさ、なんかさ、ちょっと今上り調子、休養、ほら、そう、私には分からないわ、そうだな、そうですか、じゃあちょっと待ってよ、なんか今じゃあって言ったらなんかありそうな、なに、なんか飲んで、いや失礼します、もうない、何もない、何もない、いやーハートビーツ、困った時のハートビーツ、困った時にハートビーツ言った記憶ねえけど、ここならなんかありそう、クローズとオープンしてるわ、幼児も泣いてる、すげえ、あーだからさ、何を言おうと言いましたんだっけ、なん実況を上げるかどうかって話な、なんかね最近ここ2日ぐらいなんかやたらとあれが伸びてんの、動画の再生数が伸びてんの、へえと思って、すいません、俺に近寄るな、そうか、じゃあ帰るわ、
伸びてんのよ。あのまあ焼き付くだけどな、今更焼き付くだけどな、焼き付くの動画がなんかポポンとこのとこ伸びてて、なんか特にあのホークス対ベイスターズの日本シリーズにあやかった動画が伸びてた。こういうなんか急にさ、急にババッとこう1日で50とか伸びるわけだ。まあ俺の時給なんでもかそってるもん、かそかそこのかそ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 の動画よ。そんなのがさ1日に50とかベシッとこう伸びたらさ、ちょっと多少びっくりするよな。多少びっくり、何かさらされたかとかと思うよな。まあ、実際なんかさらされてなくて、おそらく何かの動画と関連付けとかそういうことだと思うんだけど。あのごめん急いでる。そうか、そうで、じゃあこっちです。ここここ、まだ入ってるだろ。ここしか頼れるとこね。名前忘れた。横須賀、バー横須賀ね。バーッと伸びてるからさ、でもここでなんかそのせっかくなんか勢いやるのに、ここで動画も一つも上げねえな、よくねえなと思ってさ。なんだい、バイク貸してください。え、おいおい、なんだなんだ、とにかく全然落ち着いてる西条さん。落ち着いてなんかいられない。バイクか、だったらリオの友達が持ってたろう。伊藤か、行ってみます。ポーン、間に合う、これは間に合うね。熱い展開ですね。いいのか西条さんで、まあいいか。なんか途中まだなんか他にも埋められそうな感じだったけど、もう急ごう。だからさ、まあね、今ちょっと動画の勢いあるから上げていこうかなと思ってる次第でございます。まあ、シェンムー上げたところでだね、誰が見るんだって、焼きつくの動画が伸びてんだから。そしたら需要と供給、需要を考えたらやっぱ焼きつく上げるのがベストなんだろうけどさ、焼きつくはもう計画としてそういう風になってないから、バンバン上げていかないから、そういう風につもりでね、上げていかない。たとえそこに需要があろうともね、上げていかない。清宮の動画は清宮の成長とともに上げていくと、そんなね、計画立ててるから上げられないんだけど、でもまあもしかしたらね、まかり間違ってこのシェンムを見る人がいるかもしれない。そういう時のために、虎視眈々と動画はちゃんと上げていかないといけないね。虎視眈々で合ってるのかな。まあ、上げていかなくちゃいけないなと思ってね、このね、眠いマナコをね、こうグッとこうね、拭ってやってるわけですね。マナコ、眠いマナコ、なんだ、まぶたを引きずって、引こずって、違うな。伊藤んちここなんだけどさ、どうすんの。あ、それでいいんか。ピンポン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 。はい、どちら様。あ、葉月です。あら、りょうちゃん、ちょっと待ってて。なんでちょっと待ってて対応できんだよ。1時45分ぐらいじゃなかったか、さっき。おお、どうした、りょう。そんなあれか、寝巻きで出てこよう、寝巻き。まあ、上がれよ。急いでるんだ。ナウキ、バイク貸してくれないか。バイク？ああ、いいよ。今日は一体いつこの中型か大型のバイクの免許を手に入れたんだよ。葉月さん、一体いつその中型か大型の免許を。あんま飛ばすなよ。分かってる。じゃあな。熱いイベントが始まる。暑いな。どうした今日のシェンムは。いきなり暑いな。前回パートから9時寝たかと思ったらこれだもんな。なんなんだこりゃ。R ボタンがアクセルだよな、おそらく。ふわっとしてるんだが。十字キーであったのか。十字キーじゃねえ方がええな。これはあったぞ、今までに。そういうゲームが、あのゲームの感じで曲がった方がいいってことだな。時間が出てる上に。時間大事か、これ。神奈川の道っていうのはこうずっと一車線なんですか。二車線とかになってるふわふわしてる。なんかもっと綺麗な運転を、せめて左車線だけ走りてえな。なんでこんなふわふわするんだ。アクセル踏みっぱなしだから。なんでこの、なんか、なんだろう、なんで疾走感ないんだろうな、あんまり。あのバイクゲームにあれじゃないかな、アフターバーナーかな。ア
頭になってる、違うかなんかの、あのバイクの動きに準じてるんだろうな。全然なんか疾走感が全くない、全くない、この疾走感のない走り。チェム取ったら寝るから俺はもう今日はパート2とか上げ、このパート続けざま取ったりしないから。20分来たらもう、もうやおら20分来たら動画をベシャッと切ってもうやめにしたいから、さすがにセーブしないとできないからそれはしないけどな。なんか話のなんか途中みたいな状況だろうさ、構わずもう切ってくれ。そしたらと9秒8 7 6 5 4 3 2 1。はあ、原崎良塾に会う。1時54分。なんだ、俺もうこれすでに間違えたんじゃねえか。伊藤んちまで行くのが遅すぎて、ラップタイムがもう、ラップタイムっつうんだ、ラップじゃねえわ、その、時間が短くなっとるっちゅうかさ。残り時間短くなってない。ダメだこのグダグダは。まあ上がれよ、行かしてくれ、もうどんどん行かしてくれ。もう、あの時間内に時間内に動画としてのなんか切りのいいとこまでいかんかもしれん。でもでも熱いな、このシェンムーのこの展開は熱いな。前回のあの平行世界では間に合わなかった4時まで。原崎養殖されるの巻、テリーだからな、そんなやつみたいな。テリーが待ってるとか言ったら、ハゲ、多分ハゲ、ハゲの野郎だろう。あたり、こう、原崎がね、こうね、あの、凌辱されてしまうんですね。まず、あの、白いセーターを脱がされる。いや、脱がされはしない。ヘルプ！いやー、ざっくりしてるな。これ間に合うか本当に。あ、ひたすらアクセル踏みっぱ、曲がれてない。なんつうかね、バイクの、バイクは自分普段バイク乗ってるからさ、バイクのことはさそれぞれに分かるけどさ、バイクってあんまりね、そのあんまりそのドリフトとかできないっていうかさ、あんまりその俊敏さないんだよね実は。乗るとは、乗ると分かるけどさ、あんまりキュ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 みたいな感じでさ走りできないんだよ実は。なんとしたら倒れるからね、安全第一で走るしかないっていう、そういう乗り物なんですね。あの、ね、直角に曲がるとかさ、そんなの、そんなバイクのやるゲートじゃない、ないんですね。だからのこれやらしたいことがよく分からん。オートバイのバイクのレースとかそういうんじゃ曲がれないんですね。あのタイヤが2つしかないからね、そんなシュシュって曲がれない、実は。多分止まれない。曲がれないし止まれない。そういう乗り物なんです。あ、足組んでやっとった時、足めっちゃ組んで、今、しびれとる。前回の平行世界で原崎養殖されちまったからな。こっちの世界ではなんとか原崎助けないと。やおらセーターをね、脱がされてる。スカートもなく、スカートも切られてる。キャーってなってる。そんな原崎の絵面を想像してしまう。かわいそう、あのハゲ野郎に凝縮されてしまう。間に合うわけないだろ、バカだろうか。時間設定シビアだもんな。3秒2秒、ダメだ、もうちょい。もう原崎凝縮についての話をするしかない。走ってる間バカか、この時間深夜だから、深夜のテンションで撮ってるわ。どんな原崎の凌辱シチュエーションだったら、そのねえ、はい、どちら様、いいか語りながらやるか。原崎です。あら、りょうちゃん、ちょっと待ってて。寝取りに近いものがあるな、 NTR に近いもの。急げ、動画の時間的にはもう19分44秒が経過している。急いでるんだ。ナウキ、バイク貸してくれないか。バイク、ああいいよ。
いや、ここで一旦切るわ。次回パートに行きます。走り出したらってところで一旦切ります。走り始めたら切る、ブローって言ったら切るから。そしてそのパート次のパートに続く。いいね。これはもう20分以上続いて、その次の展開待ってらんないもん。じゃあね。